スプリングフィールド M1903 小銃スプリングフィールド M1903 はアメリカ合衆国で開発されたボルトアクション式ライフルである。公式には1903年6月19日に採用された。M1903 は第一次世界大戦及び第二次世界大戦を通して使用され、1936年に セミオートマチックの M1 ガーランドが正式化されるが、不具合と配備の遅れにより1942年初期頃まで、第一線で運用された。M1 ガーランドへの代替後も、朝鮮戦争及びベトナム戦争まで、狙撃銃として使用された。M1903 が採用されるまでの道のりは30年、近く遡り、1870年代が短所となる。 1870年代の後期から陸軍はトラップドア式のスプリングフィールド M1873 小銃全装式だったスプリングフィールドをご装式に改造したもののような一般併用小銃の後継品を探していた陸軍ではこの期間予算を減少させており一般兵に対しては M1873 を支給し続けており様々な種類のボルトアクションライフルと カービンが混在して使われていた。裕福な兵士は、しばしば自分で、市販の銃を購入して使っていた。陸軍は1865年には100万ドル以上を、出費したが、南北戦争の終結とともに急速に先細りとなり、1892年の予算は5万ドル程度であった。新型小銃の要求は、このような状況下で明白になった。 特に創薬の黒色火薬から無塩火薬への切り替えが急務であった。この流れはすでにフランスが1886年に採用したレベル M1886 小銃からしまっていた。DM1879 小銃は脱着可能な箱型弾倉を備え少数ではあるものの海軍に納入された。また数百丁のレミントン DM1882 小銃が1880年代の協作の末、陸軍に納入されたが、公式には採用されなかった。海軍は、レミントン DM1885 小銃に移行し、後に異なる形式の DM1895 小銃、ストレートプル方式を調達した。M1885 と M1895 は、共に、米西戦争で陸軍小銃としても使われた。 ジェームス・パリスリーが D 小銃用に開発した脱着可能式箱型マガジンは、後の小銃などに多大な影響を与えた。他の前述した特徴、例えば無煙火薬も新型小銃が必要であることを明らかにした。1892年、アメリカ陸軍では、スプリングフィールド M1873 を更新するためのトライアルを実施し、最終的に、 国産化されたクラッグ小銃を呼び30から40クラッグ弾の採用が決定した。しかし6年後の1898年に勃発した米西戦争においてアメリカ軍は当時最新式のモーゼル M1893 小銃で武装したスペイン軍を相手に苦戦を強いられることとなった。モーゼル M1893 はスパニッシュモーゼル弾を用いる。 ボルトアクション式小銃であった。差し弾子を用いることができない。スプリングフィールド M1892 は、時間あたりの射撃回数が劣っていた上、スパニッシュモーゼル弾の威力も、30から40クラグ弾を上回っていた。M1903 の基礎的な開発スケジュールは、モーゼル小銃を参考にした、高威力弾薬を使えるようにした、新型小銃を開発するという観点で、 世紀の変わり目にスプリングフィールド国営造兵省で始ま。1900年、新小銃のために設置された委員会では、スプリングフィールド造兵省が手掛けた試作小銃の一つを新小銃の候補として検討した。その検討を踏まえて設計された二つの試作小銃が、翌1901年に審査を受け、優れていると判断された一方に、U.S. マガジンライフル、 カロリー30、モデルオブ1901、合衆国1901年式30、後継断層付け小銃の名称が与えられた。軍部では、M1901 が明らかに M1892 よりも優れていることを認め、スプリングフィールド造兵賞に M1892 から M101 への製造の切り替えの許可を与えたものの、 およそ5000丁が製造された時点で予算の削減と計画の変更が決定した。その後、不評、騎兵療養の小銃とするべく、各国軍の戦訓を踏まえて30インチ、26インチ、24インチ重心、合わせて100丁が試作された。テストの結果、最も短い24インチ重心が優れていると判断され、1903年6月19日には、 三重心と細部の改良を組み込んだ設計案に US マガジンライフル、キャリバー、30、モデルオブ1903、合衆国1903年式30、後継断層付け小銃という名称が与えられた。長い不評用小銃が標準的だった時代にあって、これは革新的なことだった。M1903 は、後に、30から零残弾と、 解消を装填する小銃として設計された。30から03弾は45クレインの無塩火薬を発射薬に用い、当時軍部内に存在した弾頭計量化への反発を踏まえ、220クレインの弾頭を備えていた。しかし、220クレイン弾頭の30から03弾の弾頭特性は、30から40クラグ弾よりわずかに優れる程度で、 重量のある弾頭に十分な初速を与えるための過大なエネルギーは、石部への負荷も大きかった。1906年、150グレインの先鋭弾頭に、改めた新型弾が、30から06スプリングフィールド弾として採用され、M1903 もこれに合わせて、再設計された。照準機も、この弾薬により改善された初速と弾道を補うために、 再び回収された。220グレイン弾頭を備える。30から03弾の初速は約秒速700メートルだったが、30から06弾の初速は約秒速813メートルだった。薬莢のネック部分は少しだけ短くなった。セオドアル・ウズベルット大統領は M1903 の重剣についての不満を示した。もともと m 1九百三は、 銃本体に埋め込まれたスライド式のスパイク型銃剣を備えていた。これは旧式小銃で用いられていたものと、ほぼ同設計で、米政戦争の戦訓から、小銃の射程と火力を重視する風潮が生まれており、今後銃剣格闘の機会は減少すると思われていたことと、ナイフ型銃剣より製造コストを抑えられることから、採用されたものだった。伝えられるところによれば、 武器省長官による銃剣格闘を含む M1903 のデモンストレーションが行われた際、ルーズベルトは自らナイフ型銃剣を取り付けたクラッグ小銃を手に取ると、クロージャーには銃剣を展開した M1903 を構えるように命じ、そして銃剣同士を突き合わせて M1903 の銃剣を真二つにしおることで、銃剣の強度不足を示したと言われている。その後、ルーズベルトは ウィリアム・タフト陸軍長官に宛てた書簡の中で、あのスパイク型銃剣は、私が知るうちで最も貧相な発明だと、言わねなるマイトを切り出し、日露戦争やフィリピン方面における実際の運用などを踏まえて、銃剣を再設計するべきだと主張した。最終的にはナイフ型の M1950 剣が採用された。その後、 スパイク型銃剣を組み込んで製造されたおよそ7万4000丁の M1903 は、その大部分が M1950 剣を着剣できるように回収された。同年、新型の M1905 照準機も採用されている。当初の正式名称は、US マガジンライフル、キャリバー、30、モデルオブ1903、合衆国1903年式30。 後継断層付け少銃とされていたほか、単に、スプリングフィールド少銃、スプリングフィールドライファルや、弾薬と同様に30から06スプリングフィールド、30から06スプリングフィールドなどとも通称された。設計にあたって、スプリングフィールド造兵賞は2ピース式の、ファイアリングピンなどの独自設計を盛り込んだにも、かかわらず、1904年3月15日には、 モーゼル社から特許侵害についての訴えが起こされ、その後の調査で多数の特許侵害が認められたため、1905年には M1903 小中1兆あたり75セント、専用雑誌男子1000個あたり50セントをアメリカ政府がモーゼル社に支払い、合計20万ドルに達した時点で特許料の支払いが完了したものとするという合意がなされた。 最終的な支払いの完了は1909年になってからだった。1907年には DWM から先鋭団の特許侵害についての訴えが起こされたが、クロージャー将軍の公認だったジョン・ T ・トンプソンは支払いを拒否した。1914年7月18日に起こされた裁判は第一次世界大戦の勃発によって中断されたものの、1920年には改めて、 ドイツ側が訴えを起こした。1928年12月31日にドイツ側が勝訴し、アメリカ政府に対し412,520.55ドルの賠償金支払いが命じられた。生産は1903年11月から始まったが、1905年1月には設計変更のため一時中断した。また、1906年には、 30から06弾が採用されたため、1906年11月から1907年2月まで、再び中断され、この間に、ハイビズミのおよそ20万丁も、30から06弾仕様に回収された。当時から、M1903 の射撃精度は高く評価され、国際的な射撃競技大会でも使用された。1912年ストックホルムオリンピックでも、 軍仕様の M1903 を使用したアメリカ人選手らが射撃競技にて優秀成績を収めたという。スプリングフィールド造幣賞のほか、でも製造が行われた。ロックアイランド造幣賞では1913年11月14日に製造を中止するまでに23,483霊長を出荷していた。軍事費の削減を受け、1913年末までに ロックアイランド造兵賞では製造を中止、スプリングフィールド造兵賞でも製造規模の縮小が行われた。ただし、当時はアメリカ軍の規模も比較的小さく大きな問題とはならなかった。1917年4月6日、アメリカはドイツ帝国に戦線復刻を行い、第一次世界大戦に参戦した。参戦の時点で、 スプリングフィールド造兵省からは843,329丁の M1903 が出荷されていた。これに加えて265,627丁が終戦までに新たに製造されたほか、1917年2月25日にはロックアイランド造兵省での製造が再開され、終戦までに47,251丁が出荷されている。 合計して1155,107兆が対戦に投入されたことになるが、アメリカ軍人として動員された兵力は200万人を超えており、多くの兵士は m 1 9 1 7ンフィールド少銃などを支給されていた。1918年からは、機関部の強度を高めるために、熱処理の手順が変更された。対戦中、生産効率を高めるために何点かの、 設計変更が加えられたが、実際の射撃精度や信頼性に大きな影響はなかった。また、代用品として大量に調達されていた M1917、小銃は重くかさばったの、前線では M1903 を好む兵士の方が多かった。スコープを取り付けて、狙撃銃としても使用されたほか、あるいは VB 発射機として知られる。 フランス製小銃敵弾発射機をコピーしたものが M1903 向きに調達されていた。他国の主力不標銃と比べても非常に射撃精度が高かったことからドイツ人は両銃を、イギリス人は軍用銃を、そしてアメリカ人は競技銃を手にして戦場に現れたとも例えられた。1918年11月11日。 ドイツと連合国の休戦協定によって対戦は終結した。この時点で M1903 よりも M1917 小銃の方が大量に配備されていたため、陸軍省内で M1903 を予備装備に格下げするとに、M1917 を標準装備に格上げするべきではないかとの議論が持ち上がった。 しかし、M1903 の非常に優れた性能が考慮され、最終的に M1903 が標準装備、M1917 が予備装備と位置付けられることとなった。1928年には M1903 の支給が停止されたものの、配備済みのものは引き続き使用された。1929年12月5日、重傷をピストルグリップを備えた。 C 型に改めた m 1 9 0 3 1が採用された。しかし、すでに需要を大幅に上回る量の各種小銃が国内に備蓄され、M1903 自体も1927年以降調達されていなかった。さらに旧式の S 型重症が枯渇するまでは、C 型重症の調達及び回収はを行わないとが決定した。結局、 S 型重傷が枯渇するのは10年後の1939年で、それまでの間は競技用モデル以外に C 型重傷が使われることはなかった。1927年以降に M1903 が新規調達されることはなかったが、一方で訓練用の22後継モデルなどは調達されている。終戦によって余剰となった M1903 は民間にも放出された。 競技銃や猟銃として人気を博し、以後1960年代まで広く使われることとなる。後継の不標銃として採用された M1 ガーランドは1938年から配備が進められていたが、第二次世界大戦が勃発した1939年時点では、依然として M1903 が多くの部隊に配備されていた。また、 アメリカ軍の拡大に伴い、スプリングフィールド造兵賞が M1 ガーランドの製造を最優先で進め、予備装備として残されていた M1917、エンフィールドの再配備も行われたが、それでも、不標銃が徐々に不足しつつあった。1940年、ダイナモ作戦、ダンケルク撤退において、イギリス軍は大量の装備を喪失した。 イギリス政府はアメリカへと武器の供給を打診し、その結果かつてロックアイランド造兵賞で使われてい設備を借りたレミントンアームズ社がイギリス向けの AM1903 を製造することが決定した。イギリス側は303ブリティッシュ団使用 DM フィールドと同型の着検装置。 同型の重傷の取り付けなどの設計変更を求めていたが、レンドリースポーが議会を通過したことで小銃及び銃弾の直接供給が可能となり、303弾仕様のモデルは製造されなかった。情勢が緊迫する中で、レミントン社は引き続き、アメリカ軍向けの M1903 の製造を担当した。当初は m 1九百三 a を製造する予定だったが、 レミントン社に与えられた重症用ブランク材は在庫としてされていた S 型重症用のものだったのでこちらを製造することになった。1941年11月最初の1273丁がレミントン社から出荷された。同年12月の真珠湾攻撃によってアメリカは第二次世界大戦に参戦し、これに合わせて M1903 の生産規模も拡大された。 この時期には生産効率を高めるために工程の簡略化や設計の変更が加えられ、それらのモデルは M1903 改め、M1903 ダファイドとして M1903 特別された。M1903 改めは1943年5月に製造が終了した。1942年初頭、レミントン社ではリアサイトを 簡素化することで一層の生産効率の向上が望めると判断した。新たなモデルの外見上の相違点として、リアサイト、後部照準機が単純かつ小型な缶構造にされ、ボルトアッセンブリの近くに移された点がある。増産に対応するために、重症の用人鉄や、消備板などの部品は、単造や切削からプレス加工に変更された。また、重心や機関部の素材が、 戦時規格校に変えられたほか、金属部の表面処理も簡略化された。1942年5月21日、このモデルが US ライフルカロリー30モデルオブ 1903A3 合衆国1903年式 A3 型30後継小銃として正式採用された。10月には重心のライフリングが2乗に減らされた。 射撃の精度に悪影響は出ないものとされた。出荷は12月から始まった。タイプライター大手として知られるスミスコロナ社も M1903 の製造を担当したメーカーの一つである。さらなる M1903 の供給を求めていた軍部はハイスタンダード社に契約を持ちかけたものの、その他の火器の製造のために同社の生産力は限界に達していた。ハイスタンダード側は 自社が重心のみ製造し、組み立て等をスミスコロナ社に下請けさせることを提案した。最終的にはスミスコロナ社が主契約業者、ハイスタンダード社が重心製造を下請けという形で契約がまとまった。1942年2月25日に正式に製造契約が結ばれ、5月には契約内容が M1903 から、 M1903A3 に切り替えられた。量産は11月から始まり、契約が終了する1944年2月19日までに234,580兆が出荷された。M1903A3 はほとんどが国内での訓練等に用いられ、実践用の不標準としては、M1903 や M1 ガーランドほど広くは配備されなかったものの、憲兵をはじめとする、 広報要員向けの小銃としては、ヨーロッパや中国、ビルマインド戦線などで使用された。また、M1903 用の M1、ライフルグレネードランチャーから発射できるは、対戦初期のアメリカ軍における主力対戦車装備であり、各小銃班あたり1名がいてに任命されていた。1944年頃からは、M1 ガーランド用 M7 グレネードランチャーへの更新が進んだが、 M7 ランチャーは、M1 ガーランドのガスシステムと自動装填機能を一停止した上で敵弾を取り付ける必要があり、その手間を嫌った多くの居手が一度の射撃切りで使い捨てていた。そのため、M7 ランチャーの普及は進まず、空砲弾を込めるだけで良い M1903 と M1 ランチャーの組み合わせが好まれ、終戦まで広く使われた。アメリカ軍は開戦後も、 正式狙撃銃を採用していなかった。しかし、M1 ガーランドの狙撃銃使用は、設計に時間がかかると判断されたため、軍部は、レミントン社に対し M1903A3 をベースとした狙撃銃開発を要請した。1943年には製造契約が結ばれ、新たな狙撃銃に US ライフルカロリー 30M1903A4 スナイパー S、合衆国1903年式 A4 型30、後継狙撃銃の名称が与えられた。レミントン社は1944年2月に M1903A3 の生産を、6月に M1903A4 の製造を終了した。この時点までに M1903 及び M1903 改めを合わせて348,085兆。 M1903A3 を707,629兆、M1903A4 を28,365兆、出荷していた。第二次世界大戦後、多くの M1903 及び M1903A3 が余剰品となり、民間に放出されたほか、アメリカの同盟国、友好国に対する軍事援助に用いられた。 M1903A4 は朝鮮戦争の頃には次第に使われなくなっていったが海兵隊では M1941 狙撃銃として広範囲に使用された。この新しい狙撃銃は長くて明るいユナートルアナットル7.8倍バーミット型スコープを備えており M1903A4 の M73 バとト12.5倍スコープと比較の結果目標への距離が 海兵隊 M1C または M1D 狙撃銃の有効射程500ヤードイコール約457メートルを超えるような合わせに徴用された。稀なケースでは海兵隊で M1941 を用いた場合1000ヤード約914メートル以上での命中例も報告されている。また地雷の爆破処理用としても用いられた。少数が ベトナム戦争でも用いられた。そのバランスの良さから軍音楽隊や機乗隊で使用されている。陸上自衛隊も狙撃用に A4 を装備した M1903 小銃は長さ1 9 8 m、mm、m 重さ 3.95kg である。銃口付近に銃剣を取り付けることができる。M1950 剣の刃渡りは 406mm で、 重さは 450g、1906年式。30口径、7.62mm 弾を使用する。最大射程は2500ヤード、約2286メートルで、有効射程は500ヤード、約457メートルか500メートルである。それぞれのクリップには5発を装填でき、通常は12個のクリップを団体に収めていた。 団体にすべて収めた場合の重さは約 1.76kg。団体用弾薬は20組、1200発が1箱となっており、重さは 45kg となる。以下の表は様々な素材に対してのおおよその貫通力を示したものである。200ヤード、約183メートル先からの単車でも150発を 集中発射すれば2 3トルのレンガ兵器を壊すことができる。ライフルの格好部は直径7 6 2ト、mm、ルでライフリングの厚みは0 1ト、mm、ルである。重心の先端から反対側までの間で7 8 2ト、mm、ルのライフリングを形成している。この銃の後部照準は射程に合わせて調整できるリーフを持っていた。 リーフが一番下にセットされているとき、重心の照準はリーフの上に現れる。これは調整していない状態で、つ500ヤード、約457メートル先を射撃するのに最適な位置である。リーフは4段階に調整できる。一番上にセットしたときの状態は、2875ヤード、約2630メートル先を射撃するのに最適な位置となる。 ドリフトサイトの上端のオープンサイトは1400から2750ヤードまでを調整できる。オープンサイトの下端の三角形の開口部は100から2450ヤードまでを調整できる。各照準距離はリーフの横に一覧として刻んである。それぞれの目盛りはポイントと呼ばれた。照準に向かって右側の照準基部には 照準自体を左右に調整するための変流ネジがある。照準構成の時、及び風力が強い時は、これが有効に使える。外部リンクに蒸気の照準に関して詳細な写真を掲載したサイトがある。南北戦争でも狙撃兵らが死物の防遠照準器を使用した例が知られているが、アメリカ軍が正式に防遠照準器に関する検討を始めたのは、 M1892 小銃、クラック小銃採用後のことだった。M1903 の採用後には、望遠小銃器を取り付ける狙撃銃仕様の設計が始まり、1904年には消火器取り扱い規則の一環として、特別に指定された一手に、望遠小銃器を支給することが正式に許可された。千九百八年、最初の正式防遠小銃器として、車の六倍小銃器が、 テレスコピックマスケットサイト、モデルオブ1908、1908年式、小銃用望遠小銃機の名称で採用された。1913年には、M1908 小銃機に紹介量を加えた M1913 小銃機5.2倍が採用され、これが第一次世界大戦参戦時の標準的な、狙撃用望遠小銃機となった。 狙撃銃用の消音器も開発されたが、耐久性が低く、射撃精度にも悪影響があるとしてほとんど使われなかった。終戦後、大部分の M1903 狙撃銃は一線を、退き、余剰品となったワーナースワジー製消純器は民間へと放出された。ワーナースワジー製ほど大量には使われなかったが、ウィンチェスター製。 A5 照準機も M1903 狙撃銃用の望遠照準機として第一次世界大戦に投入されている。A5 は1910年に民生用照準機として発表された製品で、主に海兵隊の狙撃兵によって使用された。A5 照準機付け狙撃銃の一部は第二次世界大戦でも使われている。これらの他に主要な2タイプがある。 一つは訓練用で、もう一つは国際競技などで使用する競技用銃である。加えて、いくつかの民間用、試験用などがある。長期間にわたる製造、支給の結果、ある機関や製造者による細かい違いが多数存在する。重要な点は、M1903 シリーズのうち、30から06用として製造されたものも、 三重から零三弾を撃つことができたが、逆は不可能だったということである。コンバージョンが必要。この銃の軍用としての特徴で重要なことは、第一次世界大戦において、アメリカ軍正式ライフルとして使用され、第二次世界大戦の初期、特に太平洋戦線でも使用されたことである。これらは可能な限り、M1 ガーランドに置き換えられたが、他の用途として残った。 主に狙撃銃とライフルグレネード発射用である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。